はいえー、ホワイトベース館内放送ですね、はい、まず最初にお断りしておきたいんですけども、えー、これから話す内容は、あ未確認情報であり、なおかつ行われているという前提の物事に関しては、ですね、えー、当然、えー、実名や現場、そうしたものというのは伏せさせていただきたいと思います。はい ただ、1、あのーまあ、つの噂ではですね、えー、私の話の中に登場するここかなみたいなものに関しては皆さんがよくご存知の会社名等が当てはまるかもしれないないかもしれないということなんですけども、はい、じゃあやっていきますね。はい、オートト。バイのセット はい、えー、に関してなんですが、まず窃盗団がですね、窃盗団の中での常識、はいまず警察署内での、えー、警察署内でのその人が引き継ぎで入れ替わる時間、交代の時間、タイミングをまず知ってます、はいそのぐらいの時にはどうなるかというとですね。 外から警察官が減るんですよみんなだって家に帰るから警察署に戻るからねなので、えー、そういった時間というのを知ってます、はい、その時間帯にいーを狙って窃盗してくるというのがですね、えー、多いということです何でそんなことを知ってるんですかね これあの理由を言えば警察署内でも教えてくれるんじゃないですか何時頃ルーティーンで変えてるんですかって,ってその時間はちょっと気をつけるようにしたいんでまあ概ねですね、えー、深夜、早朝だと思うんですけども、はい、これい諸説あります、まあ、3時だったり7時だったりするんですけども、はい、あの地元の警察署がどういうタイミングで入れ替わって人 が、そのシフトで交代しているかっていうのですね。ある程度知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり警察側の動きが悪いというふうな前提があってもですねえー。窃盗団はそれなりに警察を恐れているようです。はい。で、えっ、ー、と。ちなみに通報しても警察は3日は動かないから。っていうのは窃盗団の中では常識らしいです。 はいもうだいぶ昔から常識らしくてですねしかもそれが今の今でもまあ変わっていないとはいいうことですね、えー、先日の動画で、ね、あの強盗傷害と窃盗は違うから強盗だったら動くけど窃盗だったら動かない当たり前じゃないかみたいなことですね私の例えが悪いという,ふうに書かれたんですけどもそんなのありえない話ですよ。はいいそんななのあありえない話ですよじゃ,あじゃ,あじゃあ そ,そここで、ね、優劣つけていいルールーかどこにもないんですよ、ね、もしですよ、本当に、えー、言われた通り窃盗だと本当に、ね、ほったらかしてもいいと、ね、人殺しや障害だったらすぐ動,く動かなきゃいけないなんていうふうなルールが本当にそう存在するとしたらとんでもない話ですよ、それはね。だって、いや、じゃあ、俺、暴行障害と窃盗どっちがいいって言ったら暴行障害の方がいいですよ。 だってさ殴られれば終わりでしょねえあの痛、ー、い,いで終わりじゃないですかでも窃盗っていうのはこの間のねういさんの時みたいに人生そのものを失ってしまうこともあるわけですよその人にとってのですね積み上げたものや人生仕事何にも何にもかもなんですけど失ってしまうこともありえますだったらぶん殴られてる方がまだましですよね痛、ね、いてえで終わるもん、ね、やり返せばいいわけだしね だからそれがあの強盗だからとかあの殴られてないからっていう理由で、えー、その捜査そのものを、ねえー、優劣つけるっていうのはあってはいけない話だと思う,、はい、でそうでなんだったら自分で探せよみたいな人もいましたけどももちろん警察が持っている設備や権限、システム等を自由に使えるのであれば自分でそれは探すよ。 でもそうした権限というのは我々はありませんから、ああのそこはね仕方なく頼らざるを得ないわけですね。でそれに対して、えー、どうお、まあ、不満があっても、ね、対応はしてくれないと思うから、どういうふうに身を守らなきゃいけないかというのも論じています。はい、でで話を進めましょう。えーとですね、ちなみに、どんなロックでもです、ね、解除方法というのが研究されています。はい。で ある,あるロックがあります。某ロックがあります。はい、ボーロックなんとか10ってやつです。はい、その某ロックっていうのをかけてあると、ねえーそれを、そのバイクを買ったお店のオリジナルの盗難保険というのに加入することができますし、保証されます。なんですが、その鍵っていうのがハンマー1つでポンと簡単にです、ねえー、解除できるらしいです。はい、でそれがですね そういうのも全部研究され尽くしちゃってるんですよ。非常にこうよろしくない話です。はい、ね。で、どんな鍵でも解除方法があるけれども、解除方法がめんどくさいから嫌がる鍵もあるんです。はい、そのうちの一つがディスクロック。 しかも後輪につけてください,、はい。後輪につけるタイプのディスクロック、はいでえー。できれば前輪にもつけること。でも前輪のガードっていうのはあのタイヤ外しちゃえばいいだけの話なんであんまり役に立たないですね。はい、なので、えー、できればディスクロックは後ろ、はいで。鍵は3つはつけることというふうに言われています。それから前々から僕が言っているようにワイヤーロック等で固定する場合は 動かないものに対してワイヤーその,のそのものがたるまないように、たるまないように,ようにぎっちりこう巻きつけてきつきつで止めてください。余裕があるとですね間にジャッキ挟まれたりしますので非常にこう良くないです。U 字ロックとかになるとジャッキ挟めば簡単にバコっていくらしいんですね。はい、なので、えー、そこはですね気をつけて仕掛けてもらいたい。あとは存在を知られないこと。 隠しておく、カバーをかける、えー、車等でガードしておく、これは非常に有効をと言われております。はい、であと、あのー、ピーピー鳴るやつね、本、はい、が鳴るやつあるじゃないですか、あれは本を、あのー、切っちゃうらしいです。はい、確かに本、ね、を切るって結構簡単にできます。あの外側に露出してるから、本の,ホーンのです、ね、コネクタを引き抜く、ちょっと知ってる人間だったらすぐ可能ですね、ピッてできますね。はい 切っちゃうこともできますから、うん。でしかもピーピー鳴るやつ振動センサーとかはわざと天気が悪い日に行って鳴らしては隠れる鳴らしては隠れるっていうのをやってですね、えー、危機器の不調もしくは風が強いから鳴っちゃってるのかなっていう風に思わせて解除させるらしいんですよあのオーナーそのものに何回も何回も繰り返しやってそうするとね近所迷惑だし いいちょっと誤作動しちゃうなということで、えー、解除する人もいると思うんです、まあ、ほとんど、ね、あのそういう普通だったら、まあ、そういう人だと思うんですけどそう、良識あったらやっちゃうと思うんですけどもあの雨風の日でもいいんで何回も何回も鳴るときは迷わず通報してください、警察に、はいで。通報したらちゃんと来てくれます。で えーまあ、ちょっと不審だと、ねあの、何回もいたずらされて鳴らされていると、ねあの、風が強いから鳴っているのかなと思ったけども、あのそうじゃない可能性もあるという話をすれば、あの普通にいや、それはお客さんの勘違いでしょうって言って、警察が来ないっいうことはないです、はい、ちゃんと来て巡回してくれます。はい、あのううそうやって 使った方がいいです、はいまあ、使うちょっとあの、ね、上からの表現でおかしいとは思うんですけがほ、まあ、他に表現見つからないんでそういう使い方をするっていうのがあのば番正しいんじゃないかなと思います、はい、決して自分の判断で大丈夫かもしれないということで、えー、通報を躊躇しないでください通報をあのなんか変だなと思ったらすぐ110番って書いてあるじゃないですかだからしていいんですよ、はい、しましょう、はいえー、ということですね。はい であとは、もう大きめのワイヤーとは、でもボルトカッターで一撃ですねと。うん、まあ気づかせないこと。うん、ワイヤーなのでびっち,びちにしてやるやつは、うん、取りづらい。うん、で、窃盗犯は。あ ね、あのやっぱり外国人が多いということですねうん北海道なんかだと、えーまあ、ロシア人マレーシア人が多いとはいアラーム系は非常にやっぱ効果が大きいうんまあどうせだったらねバーン鳴らしてやりましょうはいそうですねうんであとねこ,この先の話は 僕の中でもある程度タブーにしてきた話で今までも言ってないんですよ。なんでかっていうとですねあの、まあ、同業者批判になるから同業者批判になると自分へのブーメランになってくるので、まあね、あんまりこうよろしくないんですけどもあのオートバイの販売店側があ窃盗団を手引きしているケースがあります。はい 言っっちゃったなこれ結構有名な話なんですよ実を言うとあの10年以上前からこの話がありますでなおかつうちうちの噂で、えー、そうしたことで捕まった人間というのも、えー、存在していると直接の知り合いじゃないですよあのそういう噂っていうのを耳にする機会っていうのがまあたびたびあります、はい、なんですがどういうことかっていうと オートバイを売ります。そうすると、売った側の人間っていうのは、どこの誰さんが何を持っているかっていうのとか、軽くその人とないと仕事状況、家族構成なんか知ってたりするわけですよ。そういう情報っていうのは、窃盗団にとっては非常にこういい情報なんですね。で、そこで、えー、そうした情報をこう手引きして、で、要はグルですね、あのそこからあー、そこで窃盗団があー行って、まあ、バイクを盗むと。 盗まれた方どうするのかって言ったら、まあ盗難保険使うしかないですよね。ね。で盗難保険入ってるってことを知ってて盗まれるわけですよ。で盗難保険で、えー、保険金が降りるでもう一台買ってもらうねお店が潤う。うん。っていうようなあことで、えー、なんとかこう店を回していますといましたというようなあお店が。 の噂を聞いたことがあります、はい、よく考えつきますね、はいあの、僕は思いつきもしなかったですね、そういうことなんてね、あ危なすぎる橋ですよ、そんなことは。ね、しかも、さらにあの驚くべきことに、盗まれる方のオーナーさんまでグルなケースがあるんですね。はい まあこれもまあひどい話ですけどもまあ要は保険金詐欺ですよねもらった保険金をまあ分けるとかねそういう感じなんですけどもあとはあのこれに対してえーオートローンを組み合わせるケースですねがあります。要はお金がない人がう言っていいのかな。 まあい,いやあの、そういう話も聞いたことがあるぐらいな体で聞いてください。お金ない人がいます。ね、借金があります。お金作らなきゃいけないです、ね。オートローンを組んで無理なローンを組んで、えーあのまあ、車やバイク何でもいいですけど買います。 そオーナーがしもそのグルな上で、えー、盗まれる,盗ま,れる盗ませるでその上で保険金を受け取る、ね、で、えー、まあ多少目減りするけれどもおまあその,しその入った保険金で、えー、組んだローンの返済に充てるとか。うん っていう形の保険金詐欺をする人間なんとか子っていうんですけどもそういうのを何人も集めてで同様のことをさせてえまあお金をですねえ集めるというような行為をしているようなしてないような話があるというのは を信じるか信じないかはあなた次第なんですが。はい、というようなところまでですね、えー、根を張っちゃってるわけですよ、だからあのもちろん保険屋さんとかローン会社は全然、ね、そこの中には加担してないんですけどもそうしたシステムを使ってですねなんとか金にしようっていう人たちがですねあのたくさん暗躍してます。はい なので、えー、皆さんもねあの、僕も再三気をつけてはいるんですけども、えー、今一度、ですね自分らのセキュリティについて、うん、確認をしてみ、えー、てくださればと思います。盗難保険なんですけども、あのうちで話してるあのずっとライドさんで盗難、えー、保険やってます。け、まあ、け捨てになっちゃうんですけども、まあ、入られ で見てはいかがでしょうかあの評価額であの金額決まってるんで、えー、安い金額でも入れますなので一回見てみてください別にあのずっとその宣伝じゃないんですけども宣伝動画撮ったわけじゃないんですけど、あのー、ちょっと思い出したので、えー、付け加えさせていただきましたはいいやでもねこれとんでもない話ですよねうんこれでもその保険金っていうのが絡んでくると 一気にそそののの犯罪そのものがえげつなくなくくってくる、うん、です、ね、まあ盗,ま盗んだバイクをそのまま輸出してるっていうのもで警察3日動かないから3日の間にばらしてねあの船に積んじゃえばいいっていうそ,それもねあのもう憤慨な話なんですけどふ、うんな話だけどもやっぱりそれをこうね その販売店がグルになって手引きするケースがあるっていうのをその噂では聞いたことがあったんですけどもねそういうのがあるっていうのをです、ね、あのこうし知ってしまうっていうのはなんだかあのつ辛い気持ちになりますね辛いというか悲しいというかですね、えー、気持ちになりますはいうんもちろん僕はそんなことしたことはないし思いつきもしないんですけど うん、そうだよないやいやあの自分の車でね評価額が高いやつの乗ろうって思った時はありますよ。ね評価額っていうのは自分で選べるもんなんである程度それは自分の選択肢だからまあいいと思うんですけどあの下がることもあれば上がることもありますから。 そ,そのくらいはねあの考えたことがあるんですけどもねわざわざねそれをこう自分の資金繰りのためにあのお客さんに売ったバイクと顧客情報と、ね、その辺がをですね使って組織的にグルになって動いてでお金にしてやろうっていうのはですね考えたこともなかったなあいやそれはね叶わないっすよもうだって もうバレすぎだもんね情報がうんそんな風に思いますいやだいぶ今回の話は衝撃的内容だったんじゃないのかなと思うんですけれども あの今回の話のポイント、えーと、まずロックは3つ以上、それから普段から見えなくする、物理的に出しづらくするということ、これカバーやあの車等でガードしてしまう、えー、固定物に取り付ける際は、あ隙間なくきつきつ,きつに。いい ワイヤー等はまくということと、えー、3箇所以上のロック,、えー、ディスク、できればディスクロック前後が望ましい、えー、雨の日、風の日、台風の日等にピーピーピー,ピー、夜中あー、早朝になるようであれば、素直に警察を呼ぶ、そうじゃなくても警察をピーピーなるようであれば、あアラームの方を信じて警察を呼ぶ、それから盗難保険にはしっかりと入っておくということですね。うん いやーしかしなー本当にでも多分僕がこれ話してる話っていうのはもうすでに古い情報だと思いますおそらく今はねもうちょっとこう違う形でねかしこずる賢く動かれているのじゃないのかなというふうにも容易に予測があつきますねはいうん ちなみにこれバイクのだ,だけの話じゃないですよ、車でも、あの四輪車でもそうですしあの、あと思いつくところでは何だろうな、こういうその高価な、高価なもの、うんまあ、普通の家のセキュリティもそうでしょうけどね、恐ろしい時代なあものです、はい僕なんかすごい、ね、目立ちますからね。ねあのー 本当にヒヤヒヤしてますけれどもはいというわけでございましたいやーいやーいやーでも驚愕だわ、はい、うんちなみにその今この話に出てきたそのバイクを売った顧客情報をえー 横流ししている販売店っていうのは割と大きいところです。はいうん、だからだからといって、えー、規模規模の大小で信頼は測れないということですね。はい まあ、みんな自分の個人情報気をつけましょうあのオートバイ買うときもそうなんですけどもどうしてもメギ発生しますので住所等はお伺いせざるを得ませんあのただ自分の生活パターンとかですね仕事とかですねそういうあの余計なことは言わない方がもういいのかもしれないですね、はい、なんか寂しい時代ですけどもなるべく自分のですね個人情報とは伏せてい、えー、った方がよろしいかなと思います。はい えー、この動画公開するかどうかはとても迷いました。はい、でも公開させていただきました。皆さんのですね、えー、バイクライフの役に立てれば幸いです。ホワイトベースの名取正平でした。失礼します。